ゆらりです。ゆめかです。アリアです。エコです。ゆなです。ピンクラテ D B 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はイヤホンガンガン伝言ゲームです。イエーイ。面接はしたことあるけど、そう、何年ぶりだったんだよ。なんか最初にイヤホンガンガン伝言ゲームやって、最近ビリーズの皆さんに何の動画が好きって聞いたところ、イヤホンガンガン伝言ゲームが結構人気だったみたいで、ということで第2弾という2回目やることになりました。イエーイ。第1弾結構昔だよね。始めたばっかりぐらいの時かな。初めてやってみる。2人は初です。初です。初。いろんな方が初でね。ちょっといろんな経験していこう。いとこはいつもバンドで忙しいけど床景色。いとこはいつもバンドで忙しいけど床景色。うとこはいつもバンドで忙しいけど雪景色。いとこはバンドで忙しいけど雪景色。いとこはバンドで忙しいけど雪景色。何が聞こえました？いとこは忙しいけどしょうがない。え？いとこはバンドで忙しいけど冬景色。いとこはバンドで忙しいけど雪景色。いとこはバンドで忙しいけど床景色。え？ひろこはいつもワールドでマネキンとして働いているらしい。全然違う。よく分かんなかったから、口の動きでもう噛んで。2回戦目いきます。レッツゴー。ゴー。レッツゴー。ゆらりはひじきご飯が好き、でも鶏五目も好き。ゆらりはひじきご飯が好き、でも鶏五目も好き。ゆらりはひじきご飯が好き、でも鶏五目も好き。ゆらりはご飯が好きだけど鶏も好き。ゆらりは、ゆらりは待って、何、ゆらりは浮気。ゆらり、ゆらりはご飯と枝豆がとても好きらしい。あ、うがいはゴーガのポテトシュガーラッシュみたいなこと聞こえた。なんか言えない。それゆらりはご飯と枝豆がとても好きらしい。ゆらりじゃない。ゆらりじゃない。え、聞こえたのはゆらりはご飯も好きだけど鶏も好きみたいな。ゆらりはひじきご飯も好き、でも鶏五目も好き。あ、ちょっと似てる。あ、ゆらりはひじきご飯が好き、でも鶏五目も好き。だからがとのが違ったんだけど。ひじき忘れてた。じゃあ3回目いくのでシャッフルします。シャッフルします。はい、3回戦いきます。ゴー。ピンクラテ TV、 令和も毎週金曜と土曜に配信頑張ります。水着だってレッツゴー。マシュー大臣頑張ります。え、多分合ってる。水着だってレッツゴー。マシュー大臣頑張ります。水着だってレッツゴー。ますますガリベンくん。ねえ、何言ってんの。ピティさんって
してるごま。プリンさんって結構ちまちましてるごめん。水着だってレッツゴー。マジマジ。ガリリンク。私は水着だってレッツゴーマッシュ大臣頑張ります。久々のね、ゴゲームでも初めてだけどね、楽しかった。この動画がいいと思ったら